原型となった XC-99 軍用輸送機コンベアモデル37はアメリカ合衆国の航空機メーカーであったコンベア社が計画した超大型レシプロ6発旅客機である。実際に発注をパンナムから受けていたが、このような巨大な航空機を民間機として経済的に運航できる技術が完成しなかったため、計画のみに終わった。コンベアモデル37はアメリカ戦後初の戦略爆撃機であった B-36 を原型として軍用貨物輸送機として1機のみが試作された XC-99 を民間旅客機としたものである。この XC-99 は武装した兵士400名を収容して大西洋を横断することができた。そのためレシプロ機最大級の輸送能力は現在のボーイング747ジャンボジェット機に匹敵するものであった。パンナムは大西洋横断路線に就航させるため15機の発注がなされたため計画が開始した。モデル37の胴体は2階建てにするとしており、4200マイルの航続距離を目指すとしていた。しかしながら、XC-99 で使用されていた P&W ワスプメジャーエンジンの燃料消費量は民需用とするには経済性が悪く、またそれに代わる大出力ターボプロップエンジンが早期に実用化しなかった上に15機の発注だけでは計画を遂行する利益がないとして実際に機体が製作されるまでには至らず断念された。ありがとうございます。